どうも、ヌヌです。メビウスファイナルファンタジー続きを遊んでいきたいと思います。今回からですね、魔導士の足跡、もしくは足跡っていう場所ですね。こちらに進んでいきたいと思います。ベノムスワルの方、ご協力お願いします。前回ですね、結構戦士、でですね、レイズ2回使ってしまう孤独戦を強いられましたが、おそらく今回も一番最奥はそんな感じなんじゃないかななんて思います。結構ゾンビ戦法になってしまうんですよね。まあ真ん中にこれをやって左右を倒して届け。せっ響け。やろ。よし、真っ暗になった。次、行ってみよう。水のエレメントを使用せよの、デイリーミッションコンプリートですね。魔石30個。魔導書庫ですね。こちらに進んでいきたいと思います。KR の方でお願いしようかな。この KR のカードも羨ましいですね。コストが低くて効果があるんで。ちょっと数多いな。ここだ。ダメ押しだ。KR しときましょう。こいつだ。行け。決め
ていけ。よし、エアロ、まかなちゃん、どりゃ、やろ、しっかり忘れてましたが、アドマンタスですね。ケアしておきましょう。勢いをつける。ここだ、ケアロ、なぜろ、なれ、終わりです。水耐性上げて勢いをつけてね。よし、行け、ケアで使っておきましょう。ケアロ、エアロ使うまでもなかったかな。当たれ、受けろ、ケアル使って、氷耐性上げておいて、届け、行け、加減無用、よし、邪魔だ、一発くれてやる、いいんか、そこへ行く君、君も力を求めてここに来たのかい。ああそうだな、いい場所に目をつけたな。ここは未熟な魔導士の修行に最適だぞ。あんたも未熟で修行に来たのか。む、いや、そのここは私にとってはいささか程度が低いのでね。現れる敵が弱すぎて戦っても修行にならんから引き上げるところだ。うむ、まあ君のような未熟者ならここで修行するのがいいだろう。せいぜい励みたまえ。こいつただ逃げ帰ってきただけじゃないのか。うん、逃げ帰ってきただけでしょうね。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。